はい、皆さんこんにちは、リップス池袋店の早手です。今回はですね、久しぶりに、スタイリング動画を、撮っていきたいと思います。どうしてもね、男の人でロン毛に憧れる方って多いと思いますし、結構そのショートとかあとはセンターパートとかの、スタイリングの動画っていっぱいあるんですけど、長い髪、いわゆるロン毛の、スタイリング動画ってなかなかないので、せっかくこれだけ長いので、今回は、撮っていきたいと思いますので、興味のある方はぜひぜひ最後までご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきます。 Let's go。 はい、今ですね、まず髪の毛を濡らしてまいりました。顎より下ぐらいの長さであればもう十分そのロン毛っぽい雰囲気は出ると思うので、そこまで伸ばす必要はないと思うんですけど、憧れる方は顎下ぐらいを、全体的に顎下のワンレングスぐらいを目指して、伸ばしていくと、かっこいい雰囲気出ると思うので、一つ、目安として見ていただければと思います。それでは、スタイリングしていきます。乾かす前にオイルですね。ロン毛の場合かなり髪の毛のダメージが蓄積しやすいので、日頃のケア、シャンプーだったりトリートメントだったり、あとはそのドライヤー前のオイルとか、そういうものをしっかり、ケアしていただくと髪をきれいに伸ばすことができるので、こちらも、必ず忘れずにつけてあげてください。量としては結構多めで、6プッシュぐらい、これぐらいの量をしっかりつけて髪の毛全体になじませていきます。主に根元というよりは髪の毛先ですね。中間から毛先に向かってしっかりと揉み込むようにつけていただいてから乾かしていきます。そしたら次にドライのポイントですね。ドライヤーは、全体的に乾かしすぎずに、毛先の方は半分ぐらい水気が残った状態で、この鼻の延長線上、分け目あたりの部分にしっかりボリュームが欲しいので、ここを中心にしっかりと乾かしていきます。はい、大体ドライヤーだとこんな感じですね。僕は真ん中よりも少し右側に分け目をしてるんですけど、分け目をしっかり、作っていただいて、あとはこのおでこの部分が四角くこう出てしまうとかっこ悪いんで、ここからこう斜めに少し顔周りに髪の毛が、目尻の付近を通って落ちるように、乾かしていただくと、セットもかっこよくなりやすいので、ここでまで、ドライヤーで作ってあげてから、ワックスを揉み込んでいきます。セットに関しては、今回は、リップスのフリーハンドジェルを使っていきます。髪の毛が長い方の場合は、ツヤっぽい、スタイリング剤の方がかっこよくなりやすいので、ジェルだったり、グリースだったり、あとは、ちょっと重ためのオイルとか、そういうもので、セットしてあげるのがかっこよくなりやすいので、今回はジェルでいきたいと思います。スタイリング剤に関しても、オイルと同様で、髪が長くてかなり量が重いので、かなりたっぷり、つけていく方がおすすめかなと。今回はこれぐらいでつけていきます。しっかり手のひらで伸ばしていただきながら、主に髪の中間から毛先ですね。根元も少し立ち上げるようにつけるんですけれども、しっかり動かしたい髪の真ん中から毛先に全体に揉み込むような感じでしっかりつけていくと動きが出てきやすいかなとは。ある程度全体にしっかり揉み込んでいただくと、水で濡らしたツヤじゃなくてジェルのツヤ感がしっかりと出てくるので、あとはセンターの部分の分け目と、その正面にこう髪の毛がふさっとした感じが出ないように、分け目の部分と、あとは上からちょっと優しくこう振り下ろしていただいて、セットはほとんど終わっちゃうかなとは。かなり楽ですね。あとはシルエットが大きくなりやすい方の場合は、この内側の髪の毛を少しこう耳にかけてあげて、上から髪の毛を下ろすと、このボリューム感が少し小さく見えるので、量が増えてきたりとか、ちょっと強くかけたパーマで膨らむなーって方の場合は、内側かけてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、大体こんな感じで完成となります。スタイリングのポイントに関しては、先ほど、メインでお話しした部分があるんですけれども、長い髪の毛の場合は、どうしても髪の毛が下に溜まってくるので、上の方を少し締めてあげて、徐々にこう、裾広がり、A ラインになるような、感じでセットをしていただくと、バランスが、取りやすいと思います。またですね、パーマのかけ方によっては、こう、一個一個の束が、ゴリッと太く出てしまう場合があるので、そういう髪の毛に関しては、ちょっとこう、毛をご自身で裂いてあげながら、細かいこう、ウェーブ感を重ねていただくと、よりその、かっこよく見えると思うので、その辺も合わせて試してみてください。パーマに関しては、こう、なるべく、こう、縦に落ちるようなイメージのツイストスパイラルをかける方が、ジェルだったりワックスを、こう、揉み込んでセットしただけで、こう、綺麗なシルエットになると思うので、美容師さんとその辺は相談したり、写真を見せていただきながら、パーマをかけたり、カットしてあげたりするといいかなと思います。
まあ大体目安になるんですけれども、こう顎のラインに、まで伸びるのが、まあ単発眉毛より上ぐらいの長さだと、まあ大体1年半ぐらい、まあ人にもよるんですけれども、こう目にかかるマッシュラインだとまあ約1年。であと最近こうセンターパート系でこう頬骨ぐらいの長さの方がいらっしゃるんですけど、その方だとまあ、大体半年ぐらいで、顎ラインには到達すると思うので、まあ、これから、秋冬挑戦するにはいい機会かなと思うので、まあ興味がある方はぜひぜひちょっと伸ばしてみていただければ嬉しいです。それでは最後になるんですけれども、まあ、もしよろしければ、このチャンネルの登録でしたり、あとは高評価ですね。あとは僕自身も、個人のインスタグラムをやってるので、まあ、その辺気になった方など、まあ、チェックだったりフォローだったり、していただければ、大変、嬉しく思いますので、何かありましたら、ぜひぜひよろしくお願いいたします。また、何か、気になる点などあったら、DM だったり、インスタグラムの DM ですね、お問い合わせいただければ、皆さんに返信させていただいているので、まあ、お気軽に連絡を取っていただければ、嬉しく思います。それでは、最後までご視聴の方ありがとうございました。バイバーイ。